ポーレット・ゴダードはアメリカ合衆国の女優。ニューヨーク州ニューヨークシュクイーンズ区出身。父はユダヤ人。両親は彼女が幼い頃に離婚し、母親に育てられる。モデルとして働いた後、1926年に映画デビューする。翌年には舞台にも出演する。同年、裕福なビジネスマンと結婚するが、1930年に離婚。 1929年にハリウッドに移り、ハル・ローチのスタジオと契約して、ローレルハーディの短編映画などに出演する。また、サミュエル・ゴールドウィンの下、エディカンターの作品等に出演するようになる。1932年にチャールズ・チャップリンと出会い、講師ともにパートナーとなり、モダン・タイムスや独裁者に出演する。1936年3月には、 そのチャップリンと共に日本を訪れている。また、ジャネット・ゲーナー主演の心の青春やボブ・ホープ主演の猫とカナリアなど、チャップリン作品以外でも活躍した。1942年にチャップリンと別れ、1944年には俳優のバージェス・メレディスと再婚。前年のゾ・プラウドリー・ウィンヘー・ヘイルでアカデミー女演女優賞にノミネートされている。 晩年は四人目の夫、エイリヒマリアレマルクと共に、スイスで暮らした。ありがとうございます。